えー、こんばんは、さこそうです、えー。今回の動画はサイカスのテソラータの種を入手しましたので、その種まきをしていきたいなと思います。あのサイカス、ソテツですねあの。もともと自生しているのはオーストラリア。 みたいでして、クイーンズランド州の北部のチャーターズタワーズ近郊に生えているということで、あの、オーストラリアのですね、ソテツの中でも、あの、海外サイトいわくですが、えー、オーストラリアのソテツの中で最もですね、壮大で最も珍しい、えー、ソテツということで、あの、非常に期待してます。あの、人気の種で言うと、あの、サイカスの カイルンシアナとか聞いたことあるかもしれないんですけども、やっぱそこの禁煙みたいですね。あの、このデソラータの方もですね、えー、青い葉をつけるということで、とても美しいということみたいです。で、えっ、ー、と、これ何してるかというと、まずですね、あの、種をですね、カビ対策ということで、ベンデートの溶液の方に、えー、つけようとしてます。 相変わらずですね、右手にカメラ持ちながらの作業なので、えー、左手だけでやっております。あの、分量はですね、すごい適当です。で、入れてですね、そこに、えー、種をぶち込んでですね、えー、水で薄めていくという、えー、そんな作業をやっております。ま、ね、のそこら辺にあった形でですね、雑に殺菌、殺菌ですかね、えー、ビ対策ということで、 便利と溶質をつけています、まあ、この後はあのー、殻を割る工程が入ってるんですけども私は一旦この便利糖溶液につけるのは丸1日ですね、えー、つけておきましたでこの次ですね殻を割る工程に入りますが、えー、殻を割る前にですね えー、便慮と溶液につけた種のですね果肉を削ぎ落とすという作業がありましたあのカッターで地道にですね10個削っていくという作業で結構時間がかかって大変でしたでここにあるのがですねその果肉を削ぎ落としてきれいになったソテツの種になりますうん、うん、で、えー、種を割るわけなんですけどもあのー、種割る時に 何でどう割ろうかなというので悩みましてあの他の方のサイトとかですね動画見てるとペンチで割るみたいなのあったんですけどちょっと私力加減間違えて潰しちゃいそうだったんでちょっとペンチはやめましたで見つけたのはですね DIY の時によく使う、えー、クランチですかねあの木材と木材こうピタッと挟むために使うような、えー、クランチを使って挟んで割りました で実際出してみるとですね薄皮、まあ、がついていたりするんですけどもはいこんな形で乳白色黄色みがかった乳白色の、えー、種が取り出しました、えー、続いてですね、えー、と同じように種を割って草木を、まあ、繰り返していきますこれも10個あったんですねあの10個全部割ってい、えー、くという形になります このクランチで挟むときもですね、あの、一気に握ってしまうとかなりグッと縮んでしまうので、そこを気にしながらですね、あの、ミリ単位で握りながら加圧していく形になります。で、その後、えー、亀裂が入ったら、そこにあの、ペンチをですね、ねじ込んで開くという動作でこじ開けていきます。 あの、本当はもっといい道具あるかもしれないんですけども、まあ私の身の回りにある、えー、道具でやるとなると、これが一番ですね、確実に、えー、そして種を傷つけずにですね、えー、殻をこじ開ける、えー、方法になりました。はい。こんな感じでですね。まあ、ペンチとか扱い慣れてる方は、まあペンチでもできちゃうのかもしれないですね。 はい、10個やって思ったのは、どれもですね、あのー、開けた瞬間からかびてるとか、えー、腐ってることもなくですね、えー、とてもきれいな状態で剥けたので、えー、よかったです。はい。一旦3個並べてみました。で、えー、全部剥いた様子がこちらになります。 はい、さっき言ったようにですね、全然、えー、どれも,もう最初からかびてるっていうこともなく、黄色みかかった乳白色、きれいな色をしていてくれました。中にはですね、えーとまあ、何かこう衝撃打ち身なのか、少し傷ついてるものもありましたが、傷も修復しているようで、特に問題はなさそうです。 なんか、ソテツって、うまく調理、うまく調理するというか、正しい調理方法を行うと食べれるらしいですね。えー、味は知りない、知らないです。えー、まだ調べてもいないです。はい。で、この後ですね、さらにですね、えー、種を、もう一日ですね、ベンレートとメネデールを溶かした液に漬けておきました。で、落とし、あの、 ヒートシートの上で加温しながらですね、つけてます。で、ここにはですね、あの、最近発痕させた、えー、相当のパキプス君とかですね、えー、アガベを雑に育ててます。あ、このちっちゃいのあのピンキですね。あの、やっとここまで大きくなりました。あと、パキポディウムデカリーの未章ですね。はい、こんな感じの仲間たちに囲まれて、えー、乾してました。で、その後ですね、えー メンデートメネデール溶液の中から取り出したものを水苔の湿らした水苔の上にですね並べておいておきましたはいここでですねあのかびちゃうやつもあるらしいんでちょっと水替えとかですね気をつけてやらないといけないかなと思いますで一つだけですね早速根根根ですかね根 <laughs> が出ているものがありましたので、えー、これだけですね個別に鉢に、えー 上変えました、はい、このペースで10個全部発芽してくれたら嬉しいなと思います。で、その後ですね、8、えーまあ、に入れたって話しましたが、あこれですね、絶賛ペラルゴニウムトリステ発根管理中ですね。で、えー、とここにですね、実際に土の上にですね、 ソテツの種を置いて育てていきたいなと思いますはい室内なので温度大体25度ぐらい前後かなというところですあと最近ですねあのグラフキリスの微小とかもやっと大きくなってきましたのでまた別の機会でですね紹介したいなと思います今回はですねサイカスのデソラータの種まきの動画でした、えー、またネタができましたら 動画上げたいと思いますのでよろしくお願いしますそれじゃあバイバイ